皆さんこんにちは、ネコニラでございます。じゅっくり開けていくんですけれども、これね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、ここでパック変わってるんですよ。なのでちょっと嫌な感じします、少しね。で、まあブログではご紹介しましたけど、まあエリアがですね、まあベスト4で終わったご報告をさせていただきました。その日に、まあ、その次の週のエリアに出すために、まあ、ユニバを差しに行った時のね、ものですけど、ぎっくり背中はね、だいぶ良くなった。本当に。もう、運よく取りだめができていたので、1週間ぐらい蹴らないで安静を保ったんですよ、私は。ドゥルブ。そしたらですね、まあ、だいぶ良くなったと。ちょっと小走りなんかもね、できるようになりました。4クレ目。あ、そうで、その間に、マロンさんの超荒波の開封とかも動画で配信したんですよ。で、なんで持ってるカードを買って持ってない中島翔也を買わないのみたいなコメントもあったんですけど、コンバージョンのは地引けさせてくださいよ。だって蹴るモチベーションがね、ほら下がっちゃう可能性もあるし、やっぱ地引きしたら一番嬉しいじゃないですか。なので本当中島翔也くんだけは地引きさせてください。 FC 東京だしね。それ以外のカードは分かんない。本当に出なければ、まあ、買う可能性はあるけど、翔也くんぐらい地引きさせてくださいよ。もらった。まあ多分あ、その普通の感覚から言ったらうるせえと、中島翔也出て出てうるせえと。そんなね、おおおおおお。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。ありがとうございます。今夜の9時半ですけど、一番大声出しちゃった。やった。これで皆さん FC 東京縛りのチーム紹介できるようになりました。近々ね、行いますんで、まあ、楽しみにしてください。誰も興味ないか、 FC 東京縛りなんて。やったー、めちゃくちゃ嬉しい。完全に ATLERE ですかね、僕の中では。本当にそれ以上かな、 HOLERE かな。誰かに言われたけど。ということで、やったー。こうやってね、蹴り続けることが大切です。またお会いしましょう。さよなら。あと和田彦さん、ごめんなさい。